なんかハーフボレーをしたらあかんって教わってる人たちも結構いてはって、あのボールを落としたらあかんと、あーボールを落とさんうちに前に行きなさいとか、前か後ろどっちかにしなさいって言われてる人もたくさんおって、だからハーフボレーをあんまり練習しないとか、落としていいんだっていう感覚がすごい薄い人の中にはいて、私のクラスは全然ハーフが落としてるけど、え、落とすんですかってまず驚かれることが多くて、まずそこからのスタートみたいな感じ。だからすごい慣れてないから、こう状態が前に行った状態でこんな感じで落ちちゃう。あ、落としていいんやけど、なんかノーバンで落ち癖がついてるみたいな気がしますね。マジで。でもノーバンで取って下がらないんだもんな、この人。下がるの？下がって、だから下がらなあかんねんけど、自分が前に行ってる感覚がないねん。そう、だからノーバンで取って、ノーバンで取って、そう、行っちゃうねん、はい、気づいたら前に行っちゃってる。行っちゃってるから、いつもなんかロブ抜かれちゃうんですよっていう人は、多分その緩いボールをノーバンで取らされてるんやと思う。で、前に行ってるか、やっぱりどうしてもこう踏み込んだ足に合わせちゃう人多いんじゃないですか。だから、知らず知らずの間に前に行っちゃう時もあって、っていうパターンかなと。だからわざわざハーフバウンドを練習するっていうチームは少ないんですよね。ああそうと思います。いや、我々でも別にハーフバウンドいますけどね。うん、まあ、2回続けて取ることはあんまないかなって思うんですよ。ああ、そうね、そうね、うん、確かに。もうこれで男子の場合は攻めたいです。あーハーフバウンドからノーバン取れたらいいんですけど、無理なんですよ、無理なんですよ。ね、サーブちょっと早かったですし、男子もバーン。でも、ハーフバウンドの、ちょっと弱点があって、通過はなかなか難しい。うわー、そうや、あれ、イレギュラーですね。そう。だから、芝とか、ハードのみに使えるけど、やっぱり年に何回か、試合があるじゃないですか。悲惨な出来事になりますよね。あ、そのアンツーカーの時は落とさないって意識するんですか。落とさない、もうどんだけ落とさないかゲームみたいな感じになっちゃうんだけど、こちらとしてはハーフバウンドになってるから、もうなんか、ゼロ式みたいな来るわけよそこが弱点。そう、弱点けど、普通のサーフェスやったら大丈夫。プレーで試合とかはそんなに、そうそう、あ、バンバックとかはあるから。ハーフバウンド、ハーフバウンド時に心がけてること、ハーフバウンド時に心がけてることは、握るタイミングをまず遅らせることですね。ノーバウンドの時は当たる時にこう、ハーフバウンドは一回落ちてから、落ちた時はまだ力入れます。落ちて当たるときにそのタイミングをちょっとずらすの。ノーバンで取るような感覚で握っちゃうと、ね、ぶれちゃいますよね。なんかワンテンポを遅らす感がいいじゃん。握るタイミングを遅らせてもいいし、姿勢を落としてあげるときに握るとか、そういう感じでもいいし、自分の中で個人、まあ、リズムを使うときに、ダイレクトに打つときと、このハーフバウンドを打つときに、そうですね。そう、それは大事かな。やっぱそのリズムがつかまへん人が、やっぱりこうハーフバウンドを浮いちゃったりとか。こうなんかよくあるのが、上がり際を取りたいじゃないですか、ハーフバウンド、うんうんうん、それか極端に上げてスライスにしようですよ、うん、その中間ぐらいで取ってしまう人多いですか。あ、そうそうそう、でも本人は多分上がってと
落ちたところに行ってるつもりやの。でも慣れてないから落ちるところで判断しちゃう。例えばここら辺に落ちたら多分うまく出る。あ、そうですね。でもなんかこの辺に落ちたらやっぱりハーフバウンドちょっと入らないとダメやけど、それを待ってしまうから。これは多いですね。これぐらい跳ね上がると多分これぐらい落ちる。はい、落ちるところによると思う。入ってハーフバウンドっていう感覚が多分です。入ったら全部ノー。あ、そう、ハーフバウンドはもう待って、そう、待って仕方なしに取るみたいな。そう、だからここに落ちたらもう普通のストロークと一緒で跳ね上がって、あ、ここはストロークになっちゃう。そうそうそう、だからでも押されてしまうんだな。そうですね、うん、っていうか、ハーフバウンドもちょっと攻めた感じ、もう気持ち的にはこう前傾でちょっと感じはいつも出してね。そうですね、自分から言ってねえと僕言うんですけど、ボレーと同じ感覚で返球したいから姿勢はやっぱり前傾ない。でも跳ねれば跳ねるほど後傾になっちゃうから、なるとやっぱボレーの精度の方が良くなっちゃうから、ハーフバーンの精度が落ちたら、あ、もう落とさんとこうってなっちゃうから。あ、なるほど。だこの姿勢を作るっていうのはなんか大事ですね。うん、この姿勢をキープした状態で取ろうとすると自然にこうなるから、そう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 、こうなるとやっぱストローク打ち打ち後ろになっちゃうから。なるほど、自分がないところで服でこうそんなんうまそう。こう一回行って、おー、行こうとはする、行ったけど落ちました。服ね、絶対うまいな。当たり前やん。でもうまい。2パターン目はこうやって巻き込んじゃうやつ。うまいな。うまいや。ほんまネットかけだ。ああ。これなんで？なんで？巻き込む。ドライブで打ちたい。跳ね上がってきたとこドライブで打ちたいんだけど、ドライブって基本打点が前やから食い込まれてもうてもう無理やね。でも気持ちはドライブで行ってしまって。だから普通の普段から、こうやってドライブで打ってる人たちはハーフアウトしたらこんな感じ。あ、